はい、今、Ado さんの握手会が行われる会場のめっちゃ近くの、まあ、50メーターぐらい、100メーターぐらい離れてる椅子に座ってるんですけど、まあ、事前に X で見た情報によると、だいたい、まあ、数秒の時間、1人当たり数秒の時間が与えられてるみたいなんで、まあ、何を話すか今ちょっと考えてるんですけど、まあ、あと30分ぐらいなんで、もう決めなきゃいけないんですけど、いや、ちょっと緊張してきますね。まあ、また終わったら報告したいと思います。はい、もちもち TV のもちです。ということで行ってきました、 Ado さんの握手会。まあ、当選者にしか場所が知らされてないんで、細かい場所はちょっと言えないんですけど、まあ結構わかりやすい場所でしたね。でも、Ado 握手会会場みたいな、その看板とかもなくて、で、結構なんかわかりにくい感じで、で、まあ、イベント会場みたいな看板と、あとスタッフ、それっぽいスタッフが立ってるのを見て、あ、ここかって感じで、なんかハンターハンターのもう試験会場みたいな、結構分かりにくい場所でしたね。まあ、ここが試験会場じゃない。ここが、握手会会場なんだって感じでしたね。で、僕は4部の18番目だったんですけど、まず顔写真付きの、まあ、身分証明書で本人確認をして、で、ポケットの中身とかも全部抜いて、で、荷物をまず全部預けるんですね。で、この時計とか、ネックレスとか、ネックレスはいいのかな？時計とか、なんだ？ブレスレットとか、もう手につけるものも全部ダメみたいな感じで、で、本当に全部すべてを取られた感じですね。で、その後に本当に金属探知機による全身のチェックが行われて、もう本当空港みたいな感じなんですけど、本当すごい厳重でしたね。で、直前の部屋に、そのアドさんのそのパネルが、本当いくつか飾ってあるんですけど、まあ、その部屋がちょっと暗めで、で、その薄暗い感じの中、その青い光が差してて、で、そこに自分のもらった番号札だけを持って、他のものは全部預けちゃってるので、その番号札だけを持って、この緊張感のある感じで並んでる感じが、なんかデスゲームみたいな感じでしたね。これからデスゲームが始まるぞみたいな、そんな雰囲気でしたね。で、緊張で泣いてる女の子とか、なんか、ストレッチしてる？なんか、これからやるぞみたいな感じで、こうやってストレッチしてる男性とかもいて、本当に、デスゲームって始まる前こんな感じなんだなって思いました。また、音楽も、その、アドさんの曲が流れるわけじゃなく、なんか、プラネタリウムの時に流れてるみたいな、ほんと、癒しな、トゥン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 って感じの癒しな曲が、ずっと流れてて、ほんとなんか、独特な空間でしたね。で、直前で待ってる部屋が、上がちょっと吹き抜けみたいな感じになってて、で、ちょっとやっぱ会話が聞こえてくるんですね。自分の番号より前の少ない番号の人の会話がちょっと聞こえてきて、で、何々ちゃん大好きって言ってくださいって、そのファンの方が言うじゃないですか。で、そのアドさんが、何々ちゃん大好きとか言ってきて、で、おーって感じになったり、まあ、あとは、まあ、ベタですけど、まあ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございますみたいな、今日はどこどこから来ました、ありがとうございますとか、え、ネイルすごい可愛いですねとか、声が結構ちゃんとはっきり聞こえてくるんですね。で、こっちはその直前の部屋はみんなシーンとしてるので、本当になんか、僕は18番だったんで、1番から17番目の人の会話が、まあ、結構聞こえてきたんですけど、これ100番とか、まあ、90番台とかだったら、結構いろんな会話が聞こえてきてて、これ、後ろの番号の方がお得だなって思いました。で、いざ自分の番がやってきて、まあ、この手のひらをこうやってまずチェックするんですね。まあ、この辺も厳しいなって思うんですけど、で、入った時か入る直前ぐらいかに、まあ、手を奥まで入れてくださいって言われるんですね。真実の口方式なので、手を奥まで入れてくださいって言われて、左の方にある、その大きな箱に手を入れるんですけど、よし、手を入れるぞーって感じになって、めっちゃ手入れたんですよ、僕。めっちゃ手入れた結果、まあ、この辺に穴があるとして、めっちゃ手入れたら、まあ、どうしても姿勢が低くなるじゃないですか。手を入れすぎるあまり、この穴から覗いてるやつみたいな感じになって、どうしても姿勢が低くなるんで、覗いてるやつみたいになって、まあ、物理的になんか黒いひだひだみたいなのがついてるんで、中は見えないんですけど、
でもなんか、あ、こいつ覗こうとしてるってスタッフに思われたのか、よくわかんないですけど、最初のスタートの段階でスタッフが僕の頭の辺をこうやって触ってきて、ちょっとやめてくださいみたいな感じになったんですね。あ、で、僕は、あ、手を入れすぎてるってそこで分かって、ちょっと引いたんですけど、それにより、ちょっとスタートが遅れて貴重な時間が多分1、2秒遅れたんですね。うわ、スタートダッシュに失敗したなって思ったんですけど、まあ、すかさず、まあ、お願いしますって言ったら、まあ、アドさんが、まあ、アドさんのあの声で、こんにちはって言ってくれて、で、まあ、とりあえず、どこから来たかは伝えようと思って、まあ、静岡から来ましたって言って、そしたら、あ、ありがとうございますって言ってくれて、で、その後で、なんかよく握手会とかで、まあ、定番のセリフだと思うんですけど、もうこの手は一生洗いませんとかいうセリフあるじゃないですか。あれを言おうかと思ったんですけど、あれをちょっと工夫を凝らして、ちょっと受けを狙おうと思って、もうこの手は、まあ、最初の段階で静岡から来てるってことを伝えたんで、あ、この手は帰るまで洗いませんって言ったんですね。意外と普通なセリフじゃないですか。この手は帰るまで洗いません。まあ、意外と普通なセリフを言ったんですけど、ちょっと笑ってくれて、あははってちょっと笑ってくれて、あはは、ありがとうございますって言ったんですけど、で、そこの僕がそのセリフ、最後のセリフ、この手は家に帰るまで洗いませんっていうセリフのところで、もう剥がしのスタッフが僕の肩を掴んでるので、その先のセリフが言えなかったんですけど、まあ僕の想定してたセリフとしては、あ、でももしトイレとかに行って手を洗ってしまったらごめんなさいとかそういうセリフも言おうとしてたんですけど、それを言う時間はなかったですね。まあとりあえず家に帰るまでこの手は洗いませんっていう、あはは、ありがとうございますっていうとこまでで、が限界で、まあ体感10秒なかったと思うんですよね。まあ7、8秒ぐらいの感じでしたね。で、こっちが片手で手を入れてるのに対して、まあ、アドさんは両手で優しくソフトタッチみたいな感じで包み込んでくれるんですね。あ、両手できたと思って、こっちが片手なのに対して申し訳ねえみたいな感じになるんですけど、なんかその手が、まあ、あったかいんですけど、あ、ちっちゃいって思って、まあ、僕の手も結構ちっちゃいんですけど、でも意外とちっちゃくて、あ、こんなに華奢な手なんだと思いましたね。と、まあこんな感じで本当にいい経験ができましたね。まあ東京まで行った甲斐がありましたね。まあそれにしても本当直前の部屋はめちゃめちゃ緊張感が漂ってて、なんかあんな緊張感が漂う場所に行ったのは人生初めてぐらい、もう本当、まあセンター試験のもう会場ぐらいの緊張感がありましたね。まあ、アドさんは、本当来年の大規模ワールドツアー、めっちゃ回る大規模ワールドツアーが発表されて、本当に勢いがさらに加速していきそうですけど、こういう一人一人とも触れ合える、まあ、今回すごい倍率だったと思うんですけど、こういう一人一人と触れ合って会話できる、もう、イベントも、これから大切にしていってほしいなと思いました。本当ありがたいですよね。まあ最初はまあ違う人が入ってるんじゃないかとか、なんかいろんな憶測疑いが飛び交ったと思うんですけど、あれは間違いなく本人でしたね。まず本人の声だし、本人の声な上にその前の人とかの会話も聞こえてくるから、まあ自分の会話だけじゃなく、本当に本人の会話が聞こえてくるし、その声が発せられてるこの距離感も本当に壁を一つ挟んで目の前から聞こえてくるので、あ、本人の声だってなって本当ちょっと感動しましたね。はい、ということでですね、まあこれからもアドさんを応援していきたいと思います。はい、以上もちもち TV でした。